グランプリ5位グリッドのシューマッハですが、なんとエンジンがかかりません。みんな出てっちゃいます。回せ回せという指示をしてますがかからないんですね。気温が暑かっただけにこれパーコレーションかなんか起こしてるんでしょうね。そうですね、この日は非常に9月末でしたけど暑かったですよね。さあやっとエンジンがかかりましたが、最後尾からのスタートとなってしまいました。まあ、1台だけでフォーメーションラップをやってきたシューマッハ、この最後尾の位置にこれからマシンを止めて、この大混雑の中をかき分けてスタートしていくわけです。他のドライバーとは違ったシューマッハのスタートに注目してください。シューマッハ、赤ランプがつくと同時にエンジンの回転を徐々に上げていき、そしてクラッチをミート、そしてリアのトラクションを気にしながらアクセルをうまく開いていきます。前が渋滞なんで思い切って自分のこう走りができていないですけれども、まあ、この辺り焦ってぶつかっちゃ元々もないんで、まあ、慎重にと言いますかね、ポジション場所を選びながらかつ追い上げていくシューマッハです。コースの空いているところを探すだけでも大変ですね。本当にね、この辺りは大変ですけれども、上段勢をまず捉えていきますね。そして次はまた出てきましたマーチ勢ですね。ハバートが今スローダウンします。ジョイグリッドからスタートするのとは違って結構慎重に本当走ってますよね。ここで本当にぶつかっちゃうとどうしようもないんで、まあ、でもこのオープニングラップだけで、順位はですね20位に確か上がっていました。ポルトガルの最終コーナー、早めに4速にシフトアップして、あとはアクセルコントロールで車速を上げていく、コントロールしていく、まあ、そしてまずマーチをストレートの全般で簡単に抜いていきました。バイザーも汚れますよね。どこからでも行けるぞという余裕が感じられますよね。インから抜きました。車速が上がっていくから間隔が縮まっていくのはもうこっちのベントンが速いっていう証拠ですよね。そうですね。そしてまたうまいアクセルコントロールしてますよね。インボードカメラは数々のアクシデントを捉えてきました。スペイングランプリ、カトレーゼ、雨の中でのアクシデントです。
のアクセルをコーナーの立ち上がりで煽った途端に、まあ、ちょっとアクセルオンのタイミングが早かったんでしょうね。そんな感じで滑っちゃいましたよね。まあ、これで、ウィリアムズのワンツーフォーメーションが崩れて、92年ウィリアムズ初めてのリタイアがこれでした。続いてモナコグランプリです。4位のジャーレジをなかなか抜けない5位のシューマッハ、この後のローズホテル前のヘアピンで2台が接触します。まあ、ここでシューマッハが思い切ってアレジの E に飛び込むんですね。このローズヘアピンはステアリングロックとロックで切りますからね。はい、ものすごくタイトなヘアピンですから、そういうセッティングになってますね。フランスグランプリシューマッハは2回のスタートで2回のクラッシュ、それも同じ場所でした。スナベルガーがやり合ってますね。ここでセナの車速の伸びが悪いんですよね。悪いですね。さあ、アウト前セナ、そしてインを突く。クラッシュしてしまいました。でこれでこの後セナがシューマッハのところに詰め寄るわけですけれど、どちらかというとセナにもなんか火があるように見えますよね。セナインをがっちり守ってもよかったんじゃないかっていう気がします。雨で中断の後2回目のスタートになります。おっとエンジンをストーブさせそうになる。ちょっと危ないスタートでしたけれども、さあこの後また同じ場所で今度はジョーダンのモデナと接触です。アウトからズバズバ行きますね。行きますね。ジョーダン特有のテールが映ってますが、行き場を失っちゃいましたね。完全にね、失っちゃってドーンとぶつかってマシンが宙に浮いて、そして着地の時にサスペンションこのように折れちゃいました。さあ今度ハンガリーグランプリで1位30秒リードパトレーゼ、この後のヘアピンでなんとなんとスピンです。よく見るとステアリングを切り込むのが、まあ、ワンテンポというか半テンポというか、なんか遅れてたんじゃないかなという気がしないでもありませんけれども、まあ、本当に30秒もリードしてたのになぜパコレーゼという感じがしましたね。なかなかダートから出られませんね。パトレーゼは大量リードを一気に失っちゃいまして7位までダウンしていくわけです。やっと出られました。ポルトガルグランプリのパトレーゼ、ピットストップでベルガーに前に出られ焦ったのか、ピットインしようとするベルガーと接触、宙を舞います。この前の週からこの2人は相当激しくやり合っていたんですね。パトレーゼのイメージとしてインナーから抜いてやろうというのがあったのかもしれませんけれども、